はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説スカイボードソード続きをやっていきたいと思います。オルディン火山について、あ、魔物の爪、はい、なんかいるぞ。あれなんだ、ちょっとオルディン火山の探索を、あ、鳥のモニュメントか、なんだ、敵かと思った。火山のふもと東、ちょっと探索をしていこう。ハートが欲しいな、ハート。モグマ族よ、結構個性的やな。おかしな格好したやつがそこの穴に入っていくのを見たんだな。え、あんたが探してる仲間かもしれない。どんな格好してたかって、確か黒っぽい格好してたと思うけど、黒っぽい格好とかしてたっけ、ゼルダは。ハートのかけらがある。ちょっと、あ、お、なんだ。あそこに爆弾か。ちょっと待って、あのさ、ビードルとかで取れるハートのかけらって、あい、硬い、硬いのか。ハートのかけらってそんなガチンって、ちょっと待って、なんかいた。おお、あ、爆弾ね。そんな、そんな、おい、行って、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、本当に死ぬ。結構あれやな、ちょっと待って、よっ、えい、これでどう、ダメ、あの穴に入れないかんよね、多分ね。あ、いいんだこれで、よしよし。敵か、ハートが欲しいんやけど、ハート、ハート、よいしょ。おお、あー、お前ちょっと呼ぶとかダメやろ。赤いやつらってこいつらか、なんか新しいのがいる。ああ、なんかナタじゃないやつが、あ、よかった。ちょっともうちょっと欲しい。あ、よしよし、草刈り大事。最初がちょっと分岐やったけんね、まだ全部いけてるわけじゃないもんね。お、なんだ、なんかいる。あ、あそこに、あの穴に入れればいいんじゃないかな、多分。おい、どうだ。おお、あー、あん中に潜んでると。ちょっと待って、おい、ちょっとダメか。位置が悪い。よしよし、来た。オッケー。こいつ名前なんて言うんだ、注目して調べないといけないな。ここは、こっちは、あ、あ、ふんころがし、あーごめん、踏みつぶしてしまった。あー、ちょちょちょ、よし、なんかいる。何これ、
なにこれ、ナウシカのオウムみたいなやつか。お、な、逃げる気か。あ、なるほど。よっ、おお、これめんどくさいな。おい、ダメか。あ、ダメか。やっぱこう転がさないかんのか。よし、こういう感じね。はいはいはい。金もいいけど、ちょっとハートが欲しいな。なんかあるね。ルピーか。あそこにもハートのかけらがある。ハートのかけらかな、あれ、あの白いやつは。あ、こうやって取れるのか。あ、よかった。 あれゴルピーか。よし、器が OK。 やったやった、よかった。これで体力不足はちょっと一旦解消はされた。あと欲を言えば妖精とかが欲しいけど、ここは何、何、誰かの住みか。うん、じゃあちょっと向かい側に行ってみよう。はっ、なんかある。なんもない。なんもないね。じゃあこの骨の橋を渡るか。なんか崩れそうやけど大丈夫か。崩れる予感しかしない。ほら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 、よしよし。おお、出やがった。赤いやつらじゃないのか。なんで驚かすなよ。あ、赤いやつらちょっとさっき倒したけどね。一部後ろの穴から入ってきたから、これ以上やってこないように穴への道を溶岩に沈めてやったんだ。なるほど。でもそこに行きたいんやけどな。溶岩をせき止めてるそこの穴、危ねえし触るんじゃねえぞ。じゃあな、これを爆弾で壊せということか。じゃあなーってこう見張ってるのに。ああ、ちょっと危ねえ危ねえ。でも今のその骨をかいくぐって進むのはちょっと大変。ああ、じゃあやるしかないのか。行き止まりか。他に行けそうなところはないか今のところ。これは、あ、転がすんかな多分。転がすんやないかな多分。あ、違うか。あ、違う。あ、なるほどね。やっぱり転がすんだ。ちょっと足りんかったけど、次はちょっと、もう少し。ほい、どう、これいったんやない。おーい、なるほど。お、間欠泉があるけんバラショールでふわーっていけるやろ。よしよしよし、いいぞ。よいしょ。でもさ、まだちょっと外側探索してないところがあるんですよね。ちょっと戻ろうかな。あ、女神キューブ、こことか探索してないし。はっ、もう少し探索しよう。こっちは、こっちは、ここに爆弾花がある。この穴の中は行ってないよねまだね。ああ、なるほどね、塞がれとると。
これを持って、はい、で宝箱、お金かな、多分お金っぽい。明るい国ね。まあ金はいくらあっても困ることはないからな。そんなもんか。入り口の分岐をちょっと進みたいな。入り口まで戻るか。じゃあまだ行ってなかった。うお。ああよかった。ぷよぷよした塊。塊っていうか、あ、塊か。塊やけどぷよぷよしてる。こっちはなんだ。ああ爆弾がないと無理か。あ、さっきのところと繋がってんじゃないこれ。爆弾ゲットしたらショートカットできますみたいな、そういう感じかな。多分。戻るかじゃん。そしたらここちょっと行ってみよう。おお。お？これはちょっと待って。ああ、行き、え？ああ、なんだロードするんだ。ああちょっと。ああこれあれだ。最初ゼルダが鳥乗りの儀の練習、鳥乗りの儀のが終わった後、なんかこの真ん中の絵に着地するのよみたいな、その、あ、女神キューブ、あれと一緒だ。あーでも無理だ、くそ、ちょっと着地を間違えた。ダメですよね。ちょっと待って、爆弾があるけど、なんか使えるかな。よっ、ダメか。じゃあちょっと普通に行くか。うん、もう一回挑戦したい。ここはなんだ、名前はない。ちょっと一旦切ります。出口か。どこに行く。ああなるほど。もう一回できるな。じゃあちょっともう一回チャレンジしよう。よし、とりあえず女神、え女神キューブの上って滑るんかい。せっかくうまくいったと思ったのにな。よし、女神キューブの前にちょっと手前の方に宝箱があったから3回ぐらいやり直した。オルディン鉱石、あら、そういう素材もこんないい感じの宝箱に入ってるの。草とか、草っていうか魔物倒してゲットする感じじゃないのか。女神キューブのところに降りたい。いけるか。よし、オッケー、よかった。もうやり直したくないな。よし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 、もう5、6回
5、6、5、3、4回くらいはやり直したな。5、6回とまではいかんけど、ここはもうないやろ。先を進もう。あ、よう。あいつら俺たちの縄張りで好き勝手しやがって。あ、いるな、赤いやつら。うわ、なんだあんた、びっくりさせないでくれよ。仲間を探してる、知らねえよそんなの。こっちには来なかったから、そっちから上の方にでも行ったんじゃねえのか。うん、よかろう。ああ。なんかさ、こういう時になんか遠距離攻撃したいんですけどね。ああ、疲れてる、疲れてる。もう、なかなか。あ、は、初めてじゃない？ドクロの飾り。ドクロの首飾りっていうのが風卓にありましたよね。醤油払ったはいいが、あ、なんかいた。あいつから先に倒そう。ちょっと待って、許さん。そんなところに、お前じゃ。ちょっと待って、よし、オッケー。なんかね、ガードを、あ、宝箱がある。しかし、あともう2匹ぐらいやろ。よし。すげえ、あいつ全滅させちまった。ちゃんと見てたんかな。他になんか探索できるところはないかな。なんか上に穴がありますね。まあいいや、ちょっとお礼を。どうだ、うわっはー。先に進みたい。ルピー、そんなのが欲しいの？もったいねえな。そうだ、あれをくれてやるか。ほら、その、あれだ。今ちょっと持ち合わせがなくて。それよりあんた仲間探してるって言ったよな。だったらこれやるよ。あ、来た。ホリホリグローブ。これか。はい。どっちにしろ、このホリホリグローブをあげる予定だったのか。あれ？もう標準装備？あ、標準装備か。今までなんか魔法の豆っぽいこの変な亀裂の入った地面はこのグローブで掘れると、そういう感じか。なんかいくつかありましたよね、掘る。なんか展望の神殿にもあったけど、あ、こうやってみんな宝探しっていうか、あれか、金を。あ、なんかいる。うおー、びっくりした。いや、こっちこそびっくりした。真上を掘るんじゃねえよ。でも何が出てくるか分からないか。うん、ハートなんかが出ることもある。ハートのかけらとか出てくるかな。ねえ、なんかないかな。爆弾花、金がいっぱい出てくる。いいね、標準装備なのいいですね。いちいち選ばなくていい。あった、これをお見舞いしてやるぜ。あ、ちょっと失敗した。
よし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 。他には？よしよし。すいません、変なボタン押してる。止まっちゃったけど、再開します。特にないか。あともう一匹いそうですね、音楽的に。これ、あ、これ絶対割れる。ちょっと待って、なんか変だなと思ったら、その前にちょっと待って、あー、ダメか、届かない。壁を壊そう先に。おい、おう、なんだろう、なんかあれかな、またさっきのオルディン鉱石みたいな素材かな。ああ、シルバールピー、おお、セレブ。こいつ倒すの難しいな、角度的に。ちょっとめんどくさいから後にしよう、後にしようっていうか、もういいか。ここはなんだ、地上へつながってるとか。なんか来た、ホルディング鉱石、結構お金たくさん手に入る。これ地上に出るんやないかな。結構この穴の中が探索大変ですね。うわ、新しいところ、黒い格好したやつが走っていたけど、あれあんたの仲間か。黒い格好、ジャンプしてあっさり渡っちまった、大したもんだぜ。ジャンプして渡っちまった、渡れんやろ。お、あれ、誰のや、誰のおかげだこれは。へい、あ、あれ、ゼルダ様はこの先で急げ。誰だ、インパ、こんな人いたっけ。まあいいよ、ちょっと待って、あ、これ壊そう。よしよしよし、 OK、 これで、ああ、なるほどね、ここはつながったと。じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次はさっきのなんか橋のところを進んでいけたらいいなと。思いますので、ではまた。はい、お疲れ様でした。